連休2日目、皆さん ゆるゆるしてた？仕事の人はね、今日雨だけどご苦労様。トレーラー運転手未経験から1年になるけど、ちょっとね、皆さん誤解してることがあるかと思うんでお話します。こんなん言ったらね、ちょっと先輩方にね怒られちゃうかもしれないけど、トレーラーってさ、なんか特別な気しないですかね。俺もそうだった。実際この年まで決断できなかった理由もそこだし、なんかほら、トレーラーってさ、ほら、俺もね、昔4トンとか乗っててさ、やっぱトラックのさ、花形って言ったらさ、大型トラック。ね。で、なんだろう。ほら、実際さ、まあ、こんな言ったら4トン乗ってる人とかもね、みんな誇り持って仕事してる人もいるから怒られちゃうけどさ、やっぱりほら、トラック乗るからにはさ、やっぱ最終目標が大型トラックみたいなね。昔のトラック野郎世代の人はもちろんそうだけど、うん。やっぱ大きいトラックでね、こう日本全国を走りたいみたいな。なんかそういうトラック野郎って言ったらね、やっぱそういうイメージがあると思うんだけど。でさ、トレーラーってさ、ほら、一般人からするとさ、もう未知の生き物っていうかさ、なんかもう意味がわかんないんだよね。で、俺もだから、俺幼少からトレーラーとかね、あ、海沿い近かったからさ、こう見ててさ、なんかもうやべえなこの乗り物って思って、憧れてた反面、なんかもう別世界っていう風にさ、自分の中でなんかどっかこう遠ざけてる部分があって、そうで、その後もさ、トレーラー乗りたいなって思う気持ちがある反面さ、いや、なんかああいうのってなんかもう、ほら、トラックの運転手のね、運転手さんの中でもさ、なんかもう一部の選ばれし者、エリートの方がさ、乗り物じゃな、なんじゃないかなみたいなさ、イメージが俺はあったんだよ。でも実際こう自分 YouTube 始めてさ、もう半年、 YouTube ももうすぐ7、8ヶ月になるのかな。ね、コメントをね、いただく方見ても思うけど、やっぱどうしてもトレーラーってなんかどうしても特別っていうイメージがね、やっぱこうあって、うん、それが別にダメじゃなくて、実際自分も今こうトレーラーに乗ってることに誇りを持ってるしね、下手くそながらもね、こう毎日こうさ楽しくやってるし、すごいいろんなコメントもらえて嬉しい反面なんだけど、実はね、トレーラーって本当にだけど、誰でも乗れちゃうんですよ。本当に。ね。結構イメージで、なんかそうやって、なんか難しいとかさ、なんか未知の乗り物みたいな、なっちゃうけど、うん。逆に言うと俺からするとさ、ほら、トレーラー乗れるけど、フォークリフトもほら、いろんなリーチフォークとか、カウンターフォークとかわかんないけど、いろいろあるじゃないですか。うん。俺、フォークリフト、乗ったことはあるけど、ほんと超絶下手くそで、俺からしてみたらほら、彼らの方がよっぽど、ね、未知の世界の乗り物なわけで、一緒なんですよ、結局ね。そう。人間ってやっぱほら、経験してないものってなんかこう、過大評価みたいなほら、しちゃう傾向あるんだけど、意外と乗ってみるとね、言っちゃえば、あくまで、所詮、人間がね、開発して作った乗り物で、そう。ましてそれを乗るための牽引免許っていうものがあって、そう。だからそこら辺理解できたらね、意外とね、誰でも乗れちゃったりするんですよね。そう。上手いか下手かは別としてね。もちろん、そっから先の道のりっていうか、ほんと達人クラスの腕前になるにはね、YouTuber さんでもね、もう伊藤さんとかマイマイさんとかさ、トレグンさんとかさ、ね、うまい運転手さんもいっぱいいるけど、もちろん域に行くにはもうやっぱ何年もね、もう5年も10年も20年もやっぱ修行を積まなきゃないっていうのは事実なんだけど、ただ現実ね、今こう仕事として
運転手としてやっていく上で最低限乗れるようになるのってそんなにね難しくないんですよ、意外とね。そう、俺この間の動画でも言ったけど、特にね、あの大型乗ってる方だったら、俺ってね、あの長さとか曲がることよりもそもそもがやっぱ大型のこう大きさとか幅とかそっちにすごい苦労したから、大型経験者の方だったらなおさらね、すぐ乗れると思う。うん、ちょっとこうコツつかんだらっていうかさ、うん、で、まあ、実際自分みたいに全くそういうの経験なくてもね、あのほら誰だってさ、免許さ取る前ってさ、車なんか乗れる気しないじゃん。でも免許取ってさ、いろいろ教えてもらってさ、こう最初は緊張するけど、やっぱ何年も乗ってるうちにさ慣れてきてさ、うん、まあ上手い下手のほら差はあってもさ、でもまあ普通にね、日常生活で車が使えるようになるわけで、それと一緒でトレーラーもちょっとほら長くてちょっと曲がるだけで、うん、大型トラックがちょっと長くて曲がるっていうだけで、そんなにね大差ないんですよ。でバックも確かにね、あのいろいろ難しい部分はあるんだけど、うん、最初からできないのはもちろん当たり前で、うん、それこそほらバカにするわけじゃないけど、伊藤さんにせよ、マイマイさんにとかにせよ、トラウンさんとかにせよ、ね、YouTuber さんでトレーラー、ね、あの動画出してる方も、初心者の頃は、もう全然バックなんかできなかったわけですよ。きっとね。間違いなく。ね。うん、そうだってほしい。そう。で、実際いろんなプレッシャーとか、悔しい思いとか、もういろんな、こう、悔しさを乗り越えて今があると思うんですよね。うん、で、俺もやっぱ1年振り返って、もうほんとすごい、もう泣きそうなような、もう泣きそうな思いしたことも何回もあるし、最近でもあるし、あの悔しい思いとかね、ほんとバカだな、これって思うこともいっぱいあるけど、でもそれ以上にさ、もうほんと楽しくて、そう、だからね、なんていうかさ、俺やっぱ、ほら、トレーラーっていう乗り物ってなんかもっと身近っていうか、乗りたいって気持ちがあったら、誰でも乗れるんだよっていうのが伝えたくて、俺なんかこの、ほら、YouTube 始めてさ、いろいろこう、自分の中でいろいろ考えて、ほら、伊藤さんみたいな動画とか出せないし、なんかこう、なんて言うんだろう、自分ってどういうのを発信できるのかなって思った時に、なんかやっぱ初心に帰るじゃないけど、最初にやっぱ思ったことってやっぱり自分みたいなね、こう運転のセンスもなくて、性格もおっちょこちょいでドジで、本当もうどうしようもない人間だけど、こう乗りたいっていうね気持ちがあればなんとかなるんだよっていう、なんかね、そう、うん、うまいとか下手じゃなくて、こう乗りたいっていう気持ちの強さがこう一番大事なんじゃないかなっていうのをなんか伝えたかったんだなっていうのをね、ちょっと今日ちょっとある人とね、ちょっと電話してた時にちょっと気づかされて、あ、俺それだと思って、うん、で実際俺がやっぱりね、こう運転手にトレーラー乗ろうって決めたきっかけって、ほら、さっきこの間も話したけど、去年ね、どうしようって、で、自分の中で葛藤があった時に、なんかまた切れちゃったよ。なんかね、このスマホ熱に弱いのかさ、すごい切れ上がる。うん、もう一回取り直そうと思ったけどさ、うん、続き取るね。何の話だっけ。そう、やっぱりさ、こう、最初ね、自分には無理かなとかさ、なんかちょっとこうね、ちょっとこう、弱気っていうかさ、うん、思っててもさ、実際、やっぱこう、世の中にさ、いろんな職業やってる方がいてさ、一番みんなその仕事始めた時って、最初未経験から始めるわけじゃないですか。当たり前だけどね。うん、もちろん修行とか積んで、下積みとかあるかもしれないけど、うん、まあでもそれにしても、最初はやっぱ未経験からさ、こう、一個ずつ覚えてるわけでさ、うん。
まあ、トレーラーも言っちゃえばさ、ほら、牽引免許っていう免許があってさ、大型免許っていう免許があってさ、その後仕事がある以上さ、ね、やっぱ皆さん未経験から始めてるわけで、最初から経験者ってもちろんいないわけでしょ。うん、だから、なんか自分が思ったのは、その、なんだろう、できるかできないかっていうか、とりあえずもう後悔しないようにやってみようと思って。うん。やってダメなら、その時また考えればいいし、うん。とりあえず、今、ね、もうなんか後悔したくないなっていう思いが先走って、うん。やってみたのはもちろん大きいんだけど、うん、実際今1年近く乗って思うのは、言い方悪いけどね、ほんと先輩に怒られちゃうけど、乗ってみてしまえばね、意外と大したことない。うん、いや、大したことあるっていうか、確かにね、あの、バックとかで言ったらほんと、大変なこともいっぱいあるっちゃあるんだけど、うん、でもね、現実ね、あの、気をつけてやってれば、なんとかなるっていうのが答えっていうか、うん、だからね、まあ、何が言いたいかっていうと、なんかそういう気持ちがね、心のどこかでくすぶってる方がいたら、諦めないでほしいなって、あの、自分みたいな下手くそでも乗れるんだよっていうね、うん、自分の動画見て少しでもね勇気が湧けばいいかなって、うん。ね、だから他のほらトレーラー系 YouTuber さんが決してダメなわけじゃなくて、自分自身やっぱ感じたけど、やっぱ皆さんもう経験者で、すでに上手いんですよ。だから勉強としてはね、あの、すごいためになるし、ああそういう風なやり方があるんだとかあるんだけど、うん、そう、それももちろん大事なんだけど、うん、まあ、でも例えば俺で言ったら、やっぱりそういうなんか、あ、この人もなんか俺と同じような境遇で未経験から始めたんだなっていう身近な気持ちでね、俺を見てくれて、ちょっと勇気を持ってもらえたら嬉しいかなって。あ、俺でもできそう、私でもできそうって、うん、トレーラーなんか無理と思ってたけど、でも本当はすごい乗りたかったんだっていうね、気持ちがなんか心の底に眠ってる方いたらね、うん、ちょっとねチャレンジしてほしいなと。チャレンジするのはただだからね、失敗しても誰も怒られないから大丈夫ね。もし怒られたらほら俺に言って助けてあげるから、うん、できる範囲でね、うん、だからさ、あの、ね、何言っていいかわかんないけどさ、ほらなんかまた今コロちゃんがさ、またこうね、まあ想定内だけど、ほら第2波っていうかさ、今こうまたこういう状況になってきてさ、うん、で、これ実際ほら今年いっぱいだけじゃなくて、来年、再来年、またその次、こう、ね、年をごとにやっぱいろんなまた問題が出てきて、うん、もしかしたらだけど、これからどん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 やっぱ自分の思うように生きづらくなる時代になるのかもしれない。わかんないけど、うん。で、だからさ、だから、なんかこうほら AI とかが朝どんどん発達して、2045年だから、シンギュラリティ、わかんない、なんかほら、要は人工知能が人間の頭脳を変えて、なんかもう人類の転機とされる時期が2045年だからに来るらしいんだよね。まあまだ全然先っちゃ全然先だし、自分なんかもうじいさんになっちゃってる年だけどさ、まあでもなんだろう、それが別にダメなわけじゃないけどさ、やっぱこう、時代がこう、どんどん進化していく中でさ、うん。やっぱ、そういう時代だからこそ、なんか今このさ、まだアナログが残ってる今この時代にさ、そういうトレーラーの運転手とかトラックの運転手とかね、あの、ほら、実際まだまだなくならないよっていう意見ももちろんわかるし、うん、まあもう時間の問題だよっていうのももうそうだろうし、実際もうほんと、今の時代も5年、10年先どうなってるか分かんない時代でしょ。うん。で、実際このトレーラーの運転手っていうのは、ぶっちゃけ俺はね、やっぱ、そんな、あの、科学者とか頭のいい人じゃないからさ、何年先まで残ってるかとか、なんか無責任なこと言えないけど、うん。でも、遠い未来になくなってるのは、まあ間違いないのかなっていうのは悲しいけど、それは
なんか思う。もしかしたらね、それがだからそれこそ10年先なのか、50年先か、100年先か分かんないけど、でも、なんかこう、やっぱこう、今のよりもどんどんこうアナログなものがどんどん減ってって、こう、コンピューターっていうかデジタルっていうか、まあ、言い方悪いけど支配されちゃう世界っていうかさ、もうどんどんなっていくのはもう目に見えて分かってるし、現時点で今だってさ、こんなほら、ね、自分もそうだけどスマホに毒されて、ね、10年前、20年前振り返ったらさ、スマホどころか携帯すらないような時代でさ、ね、待ち合わせとかも、ね、ポケベルとか、もうそんなポケベルすらない時代もあったわけでさ、それが今こう電話一本でこう便利になった時代でさ、これからそれがどんどん進化していくのはもうね、分かりきったことでさ。だから、そういう時代だからこそなんかこう、今のうちにこう残ってるアドログな、的なことっていうか、こう、やりたいことをさ、なんかもう今がラストチャンスな気がするんですよね。なんか俺、わかんないけど。そう、なんか今のうちになんかこう、そういうやれることをやっとかないとなんか、もう5年先、10年先になんか後悔してもなんかもう、そのほら、アナログって取り戻せないでしょう。なんかうまく言えないけどさ、なんかだから、なんだろう、ほら、今できるチャレンジって今しかできないんですよね。もちろん5年後も10年後もできるんだけど、でも、その時チャレンジする時ってまたもう状況とかチャレンジするものが変わってくるじゃないですか。今チャレンジするものって今のこのアナログとデジタルがこの入り混ざったこの時代でさ、今チャレンジできることって今しかないんですよ。それはトレーラーだけに限らずね、いろんなものがあってさ、まだこう、アナログとデジタルが混在した時代でさ、そう。で、やっぱ、俺やっぱこれ昭和の人間だからさ、やっぱこう、アナログ的なものがだんだん減っていくっていうのはやっぱ寂しいもんでさ、デジタルはもちろん便利なんだけど、便利な反面、やっぱどっかこう、無機質に感じちゃうっていうかさ、やっぱおっさんだね。やっぱアナログな部分なんか、やっぱ、ね、こう人間のなんか血の通った意思の疎通っていうかさ、そういうやっぱ古き良き時代を知ってるからこそさ、やっぱそういういい部分は残していきたいなって思いつつ、やっぱ時代の流れにはやっぱ逆らえないから、だから、今、この、言っちゃえばトレーラーの運転手ってのも、もう本当怒られちゃうよ。怒られちゃうことあえて言うけど、このトレーラーの運転手っていうこの技術も、多分もうね、もうほんと10年、20年したら、もう過去の産物っていうか、ね、もうアナログな、まだそんなことやってたのっていう時代になるかもしれないわけじゃないですか。でも、その時にさ、なったらなったでさ、また、ね、あれだけどさ、でも逆に、だから、今のうちにね、やっぱこう、そうやりたかったことをさ、こう、後悔せずにやって、チャレンジしてやってみて、ね、そう、それをね、それこそ言っちゃえばそういう時代が来るまで、5年、10年、20年経験積んだらさ、胸張って言えるじゃん。俺、トレーラー運転してたんだぜって、今こんなコンピューターでやってるけどさ、で、こう、誇りを持ってっていうかさ、胸を張って言いたいっていうかさ、そういう自信を持った自分でいたいっていうか、なんかうまく言えないけどさ、ね、俺もほら、生き方がさ、不器用だからさ、なんか今までも実際ほんともうのらりくらり、遠回りしてきたけどさ、でもやっぱりこう、心の根っこにある大事な部分っていうかさ、そこだけはこう、なくしちゃいけないなっていうのはどっかあって、ちょっとうまく伝わらないかもしれないけどさ、皆さん、トレーラーだけじゃないよ。トレーラー乗りたい方はもちろん、本当にね、自分がやりたいことを今一度見つめ直してチャレンジしてみてはいかがでしょうか。なんてね。トレーラーのね、ことでね、俺の教えられることなんかたかが知れてるけど、ね、伊藤さんとかに聞いてもらったのが早い部分もあるけどさ、ほら、逆に初心者で未経験だからこそリアルに伝えられることもあるからさ、そういうのは聞いてもらえばいいし、もちろん、ギターとかね、ギターもさ、ギターとかもさ、ちょっと方向ずれるけど教えてほしい人いたら教えるし、ね、俺がやっぱ伝えられることはさ、5000人って言ったらあれだけど、まあ年上でもそうだけど、
やっぱどんどん俺が教えるものはどんどん教えて、みんなでね、こうシェアしてハッピーになりたいなって、一番はなんかこのね、ハッピーな気持ちをみんな伝染してハッピーになってくれたらいいなっていう、それだけなんだけど、よく分かんなくなっちゃった。長くなったね。この辺で終わろうか。もうご飯炊かなきゃないしさ。ね、そんなわけで、俺明日仕事だけどさ、連休の方は明日もね、明後日も休みでしょう。まあ、ゆっくり過ごしてください。仕事の方はね、まあ、連休、祝日関係ない方もいるかもしれないけど、頑張って仕事やりましょう。ね。でも、今がほら、すべてじゃないからね。今の状況大変な人とかもいるかもしれないけど、本当今現実が全てじゃないから、そう、過去は変えらんないけどさ、未来はね、自分の手で思考で変えていけるんでね、俺の動画がそういう人たちのちょっと1ミリでも役に立ったらなって思って撮りました。余計なお世話か。ひげ伸びちゃってごめんね、青くなっちゃったねこれ。ほら、昨日剃ったから、ほら、今から風呂入るからさ、髭伸びちゃった。終わり。じゃあ、そういうわけで、明日土曜日撮るか分かんないけど、明日は出さないかもしんないね。一応、先に言い訳しとく。明日は出さないかもしんない。出たらラッキー。じゃあ、そんなわけで、長くなったけど、皆さん、残り祝日、ごゆっくりお過ごしください。俺、トントンセールの豚肉食べる。じゃあ、また。また次の動画で会いましょう。ベイベイ。沈む。